まずは容姿、突き抜けた容姿が必要だ。突き抜けた容姿、ライバルに差をつける。見ろ、もうすでにこれよ、みんな。まずは容姿。待って、俺今までさ気づかなかったかもしれないけどさ、もしかして俺容姿の才能があるのかもしれない。みんな、だって上がり方尋常じゃなくない？こんな容姿上がるやついる？で、一回も失敗してないよ。あー、今日も疲れたな、急いで家に帰ろう。しおり、どんだけしおりいんだ、もはや待ってるだろこれ。あ、今帰り。お前も友達いねえじゃねえかよ、ずっと一人でいやがってよ。いつまで。一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし。お前あれか、ドラクエのここはなんとかのライフゴッドの村じゃぞみたいなこと言うんじゃねえや。こっちとら恋愛しに来てんだ。そうだな、じゃあお先に。ごめんね、さよなら。しょうがない、一人で帰るか。え、これで失敗ってないの？全部成功してるんだけど。ねえ、ちょっと待って、止まらん、な、止まらん、何このイケメン具合。お前高校入ってよ、冷静に考えろ、自分に置き換えろよ。高校入って最初の1ヶ月勉強なんかしねえだろうがよ、髪の毛染めたりよ、そういうのすんだろ。まずはライバルに差をつけんだよ、みっちり。よし、桑田の息子みたいなんでいいじゃねえか。今日も使ったな、急いで家に帰ろう。すごいよな、一月で別人になったよな俺。おいしおり。あ、今帰り。一緒に帰らない。そうね。いや、ほら、女ってこうなんて簡単なんだ恋愛って。容姿を上げて、容姿を上げて殴ればいいわけ、女でね。分かった、お前らさ綺麗事言うんじゃねえぞマジで。女って容姿上げて殴りゃ付き合えるんだよ。俺何もしてねえもん。言うだろ、なんか知的な男が好きとか優しい男が好きとか。違う、容姿上げて殴れば女ってものにできるから。今俺が証明したよな。そうね、お隣同士だし一緒に帰りましょうか。いいよ、建前言うんじゃねえ。よし、それじゃあ帰ろう。出発すると思う。俺だから夏に頑張る。運動能力が失われた。俺はベッド上安静だから俺は勉強することはやめない。一度火がついたら止まらない男だ俺は。でも運動ゼロ理論は正しくない？だってこれ以上運動下がることないんだよ。よし、頼む、そうで、よし、警察が厳しい。植物人間だからな、半分。よしと。よし、おい、見ろよ。おい、こんなに簡単に容姿を上げれるやつっているか？この自信。これはだから見た目の問題というより内側の問題だろうな。こんなにもう根拠のない自信で言い伏せる。見ろよ、ガンガン上がってくんじゃねえかよ。まずは容姿、200は絶対に切らない。ほらな、こんな簡単に上がるわけよ。容姿の順と呼んでくれ。容姿を上げるには造作もない。運動ゼロってことはさ、もう容姿ゼロじゃん。お前それもう川島直美クラスの、もう自分の士気が迫っていても美容だけは絶対手を抜かないみたいなさ。俺弱い16にして精神宿る精神は川島直美クラスだぞ。なあ、半端なくねえか。将来有望だな。芸能界を変えるだろうな。今帰りかしら。一緒からな。そうね。それじゃ帰ろう。もしかしたらこいつの血はワインでできてるかもしれない。